どうも皆さんこんにちは、星しいたけです。北斗が如くやっていきましょう。さあ、ジャグラに言われた、なんだっけ、野球場跡とかいうところに向かっております。どこだ、ここか。とんだガセネタ捕まされたぜ。おい、おい、お前、ジャグレ隊長、それにケンシロウさんも。その様子だと誰もここを通ってないみてえだな。はい、エレンの城壁が崩壊したのに乗じてどこぞの族が襲撃してくるって情報はあったのですか。そうか、ま、何もないならそれが一番だ。ご苦労だったな。ここ一帯がエデンへの近道ってこともあって連中がここへ押し寄せてくるって話だったんですけどね。それで急ぎ駆けつけたのですが、猫の子一匹来やしない。ただでさえ忙しい時にガセだったのかよ。待て、え、あながちガセでもないようだぞ。あ、何言って、来た、来ました、ジャグレ隊長。聞いてた話より圧倒的に多い。急いで増援呼んできますか隊長。そうだな、その必要はない。何する気だ。下がっているお前たち、今日はちょうど撃とうと思っていたんだ。撃とうと、ひねくれた役、あ、ひねくれた悪党どもな。サイドミッション13、デスバッティング開幕。デスバッティングはバイクで迫り来る悪漢を鉄柱で近いし、その合計飛距離を、野球か、左スティックでカーソルの移動、丸を押すと構えを取り離すとスイング、打点カーソルが黄色になった瞬間にスイングするとジャストミート。はあ、いや俺これ野球苦手やねんな。なん、あ、そうか、野球場って言ってたな。懲りない奴らだ。やっべ、苦手やな。昔から竜が如くのこの野球が嫌いやねんな。カーソルと、丸だけやね。俺の町にしてやれ。いや、ちゃうな。こういうことな。まあ、野球よりはまだあれか、やりやすいか。スーパーヒーロー、これジャスみたいな。なんでファイウルトラヒー、いやホームランよくね。あ、これダメだ。これ心持ちちょい早めやね。ウルトラヒー、じゃあアルティメットヒットね。お、いいね、いいね。160。うん。ハイパーキー。俺の町にしてやれ。遅かったな、90キロか。ハイパーキー。うん、これもうずっと構えとったね。うん。わお、バット。もうちょい早いんか遅いんか分からへんな。はい、バディ荒野の塵と消えるがいい。 S 級、あ、750m を越せばよかったんか。モヒカン、全ての難易度クリア。
バイクごと連中をかっ飛ばすなんて、これで奴らも懲りただろう。そう思いてえとこだが、ここがエデンへの近道であることには近わりねえ。城門を直すのも当分かかるだろうし、見張り置いとかねえとな。おいお前、分かってるな。いいか、寝ずに晩しろ。いつまた連中が来るか分からねえからな。了解です。ブラック、ケン、ちょいと頼まれちゃくれねえか。ああは言ったが、あいつ一人でここを回るのはきついだろう。エデンに戻ったら応援も呼んどくつもりだがな。時間があるときにここの警護を手伝っちゃくれねえか。エレンの治安を守るために頼む。わかった。ありがとうよ。恩に着るぜ。こいつは今回の礼だ。受け取ってくれ。守衛の奇跡。クリアか。これで終わりない。宿命ポイント5000。結構大きいね。5000は。おいお前、ええ、は、何でしょう。念のための確認なんだが、ここを通ってるのはさっきの族以外にはいないんだな。はい。おそらく私の知る限りはですが。ってことは凶王軍もここ通ってないってことか。はい、凶王軍らしき集団は見かけておりません。どういうことだ。どうかなされましたか。いや、あんだけでっけえ穴開けてきたのに、それっきり強運軍が何もしてこねえってことは。確かに何か思惑があるのかもしれませんな。ああ。初級ぐらいやったらなぁ、まだなんとかなったけど。え？あっこになんかいんな。こうか。ここへ寄って。ショートカットってどうやってやんやろなぁ。ショートカットの仕方がわからへんのなぁ。運んでもらう。ああ、こういうことできたんか。エレベーター前。これでショートカットか。なんかできる場所とできひん場所があるんかな。なんか他のところにも行ったんやけど、なんかできひん場所。ここにね、宝の地図 C ランクがあるんですけど、まああのマップを走ってると、まあ、族がいたかと思うんですよね。であれを倒したりするとたまにマップが手に入るんですけど、これをね取りに行こうと思ったんですけど、この辺ぐらいに、ね、なんかあの岩が道塞いでて、結局通れなくて、結局取りに行けずみたいな、そんな状況でした。まあ、ショートカット使うと、まあ、ガソリン代の節約にはなるかな。多分これは、まあ、いちいちロード挟むけど、まあ、使わんよりはいいとは思うね。さあ、これで帰ってきたで。やっとエデンに帰ってこれたぜ。すぐにキサナ様にお顔を見せてあげるといい。あなたが倒れてひどく心配していましたよ。え、本当かよ。ええ、それはもうまるで本当の家族のように心配されていましたよ。嬉しそうだな。はあ、別に嬉しかねえよ。男のツンデレはきついな。ケンシロウさんもまずはキサナ様に報告ですな。ああ。キサナの元へ。
よいしょ。あぶね。ごめんごめん。何すんだ。おい、待てよ。あ。待て。様子がおかしい。ん？あ、人がいね。やけに人が少なくなっているな。セーブポイントも、いや、あるな。これなんだ。あ、アジトか。まあ、いいか。おい、待てよ。じいちゃんには話しかけれねえ。待ってください。待ってください。うるせえリハス。おらおら、さっさと仕上がれボケが。なんだ。ん、どうかどうかご勘弁を。族入ってんのか。いいから店の在庫を全部出せって言ってんだよ。わからねえのかこれ。お前ら何やってやがんだ。ああ、なんだてめえは。この町の衛兵隊長だ。衛兵隊長だ。俺たちは今忙しいんだよ。ぶっ殺されたくなきゃあっちに行ってろアホが。はげ、な、何すんだてめえ。ぬら、その小さいから離れやがれ。もう大丈夫だぜ、じいさん。あ、ありがとうございます。やべえ、やりやがったな、クソゲ。おい、お前ら、こいつをぶっ殺せ。いいだろう。死にたい奴から来るがいい。しゃあ、どつける。武器持ってやがるな。あれ、あいつこの野郎。ジャスト飛行を吹かせろ。痛い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 。ジャスト飛行。じいさん、こりゃどうなってんだ。凶王軍に城門を破られてからここ数日、今みたいな輩がエデンに侵入しているのです。仲間の商人たちは襲われるのを恐れ、店を閉める者が後を絶ちません。それで多くの店が閉まっているのですか。ねえ、夜になると野党どもが闇に紛れてエデンに忍び込み、強奪をし始めるのです。野党の数が多くて、衛兵の皆さんも手が回りきらないようでして。少しエデンから離れてる間に随分と治安が悪くなっちまったようだな。ケン、俺は兵舎に戻るぜ。衛兵たちにも状況を聞いてくる。すぐにでも夜の警備を強化しねえといけねえからな。カテドラルにはお前一人で行ってきてくれ。ああ。おう、じゃあな。今回の件はとりあえず、まあ、その、なんだ。ありがとう。なんだ。いやあ、もうなんでもねえよ。俺は行くからな。やばい、きつい。男のツンデレはやべえ。ほんとやべえ。では私はケンシロウさんについていきましょう。私からもキサナ様にいろいろと報告しなければなりませんので。わかった。
李白絶対医者にしてはごついよな、これ。やっぱりさすがモデルが海の李白や。ここにいんのか。こっち、あ、いいか、こっちで。なんもねえな。え、いや、やってないな。待ってください。困ってる人たちも別にいねえか。なんかじゃないですね。あ、いるんや、こいつら。弱いって悲しい。あれ、微妙にジャストして出る。あれ、あ、いいよ。あ、ミスった。強烈か。オスも失敗したわ。そうそう、能力解放ショッカー結構溜まったな。星あるな。これ取って、ここ取って、ここ取って、で、これなんだよ、これを取ろうとしたの。陶器人、知性ゲージを、あ、1消費すんのか。陶器を球場に出して周囲の敵を退け、高確率で敵を飛行チャンスにする。これがいいらしいね。で、これね、あと陶器人拡大。で、取った陶器人、あれ？拡大2か。まあ、ちょっと待って。で、あと、技。あ、封印が解けた。じゃあ、これジャスト飛行やったんか。飛行ため、飛行の威力を高め、飛行チャンスでない敵の飛行をつける。敵との力関係において扇チャンス、クライム状態になる。へえ。より上位の、これちょっと取っとこうか。で、お次が今どこ行けんねや。こっち、カウンター、素手攻撃に合わせて丸か。攻守破眼剣、あ、これのバースト状態。防寒、振動状態の半円放射器。あ、この辺がカウンターか。片手武器、両手武器、こっちも取っといた方がいいかな。で、体術、体術はどこだっけ今。生命力 30%、どっち行くか。行けるじゃん、ここ行けんのか。生命力増加 8%。 ちょっと置いとくか。あ、待ってください。あ、待ってください。ケンシロウさん、あ、待ってください。うるさいな、こいつ。あ、待ってください。今戻った、ケンシロさん。ジャグレは無事に完治した。今は弊社で町の状況を聞いている。そうですか、それは嬉しい知らせです。
ユリアの話を聞かせてくれるか。残念ですが、今のあなたにそれをお話しすることはできません。何？どういうことだ？あなたに疑いがかけられています。あなたがカサンドラに行っている間、ある方が私を訪ねてやってきました。誰なんだ？ナント政権の剣士レイと名乗っています。ナントだと？彼は連れ去られた妹アイリさんを探す旅をする中、ある情報を聞きつけてこの町に来たそうです。情報？アイリさんをさらった男の特徴は、胸に7つの傷がある北斗神拳の使い手だと言っています。俺のことか。カテドラルを出ましょう。あの男がナントの男レイ。あなたが彼の言うような非道なことをする人間には思えません。ただ私は町を統治する立場、無条件にあなたのことを信じるわけにはいかないのです。どうすればいいんだ？外の荒廃した世界とは違い、この町では身勝手な理由で人を殺めることを禁じています。その話ならジャグレから聞いている。ただし一つだけ例外があります。例外？エデンでは当人同士しか知り得ない問題が起こった場合、私が判断せずどちらが正しいか戦って決めるというルールがあるのです。決闘ということか。あなたに権威がかかっている以上、この問題をうやむやにはできません。エデンにおける決闘は公開裁判。この町で生きる全ての者たちの前で正義を勝ち取ってください。何だと？そろそろ時間です。なんだ？エデンのもう一つの顔が姿を現す時間が来たのです。すげえ。夜はあれか、なんていうのこれ、クラブっていうの、そんなになるんやな。レイか、レイが一番好きやわ。あ、これはスフィアシティからは夜明けと夕暮れの2回、必ず決まったタイミングで水が大量に放出されます。我々はこの水を奇跡の恵みとして活用しています。夜明けの水は町の住人たちの生活用水、夕暮れの水は町の様々な機能を動かすための動力として使用しています。放出された大量の水を蒸気機関に通し、そのエネルギーを動力に変えています。なぜこのような仕掛けを作った？外敵から守るため
可動式の防壁を作ったのが始まりです。この場所はもともとは私たち最初にエデンに移り住んだ者たちの家だったんです。エデンの始まりの場所というわけか。今は町も広くなり、もっと大きな防壁もあるため、町の施設として活用しています。夜だけ開放し、町の住人たちの欲望を受け止めるための社交場が営まれています。ケンシロウさん、今からナイトクラブへ行き、ライラという支配人に決闘の申し込みをしてください。ライラ？あの囚人討議の仕切りを担当していた女性です。公開裁判としての機能を持つ決闘も彼女が取り仕切っています。あの女に聞けば闘技場に行けるわけだな。真実がどうであれ、勝てば私はあなたを信じます。約束通りユリアさんのこともお話します。それでいいですか？わかった。それではご分を。なるほど、ライラの元へ。さあ、ナイトクラブって下か。どうしよっかな。まあ一旦ここまでにしておきますかね。はい、ということでまた次回お会いいたしましょう。またね。